試練が怖いとき、苦難に負けそうなとき、私が一緒に立ち向かってあげましょう。夢かと思った。今この瞬間。こんにちは、先生。これからよろしくね。ミレニアム学園、音瀬こたま。先生の声が聞こえたので、ここに来ました。試練が怖いとき、苦難に負けそうなとき、私が一緒に立ち向かってあげましょう。浦和花子です。これからいろいろとよろしくお願いしますね。はい、それはもういろいろと。それで、今から何をすればいいの？本の中の物語のように、私たちの物語が始まります！ミレニアム学園、音瀬こたま。先生の声が聞こえたので、ここに来ました。ご主人様と一緒に楽しい一日を始めちゃおう。説明や解説が必要なら私に任せてください。ゲヘナ学園給食部のジュリと言います。お腹が空いたら
いつでも私に言ってくださいね。私、説明や解説が必要なら、私この私に協力したいと？まあ断りはしないけど、私を雇うなら高くつくわよ先生。試練が怖いとき。ごきげんよう。あ、ゲヘナ学園給食部の。ミレニアム学園。ゲヘナ学園給食部のご主人様と一緒に怪我をされた方はいらっしゃいます。説明や解説が必要なら。今頃だと予測して待ってた。先生が私の名前を呼んでくれる今この瞬間を。小さいからって舐めないで。将来性はものすごいんだから。小さいからって舐めないで。将来性はものすごいんだから。お待ち。やあやあ、会えて嬉しいよ先生。今日もキャンディーみたいな甘い一日になりそうだ。怪我をされた方はいらっしゃいますか？私がすぐに駆けつけますよ。白衣の天使があなたを訪ねてきましたよ。ご主人様と一緒に楽しい一日を始めちゃおう。うわっ。
相変わらず地味めな私ですが、よろしくお願いします。ご主人様と一緒に楽しい一日を始めちゃおう。小さいからって舐めないで。将来性はものすごいんだから。自警団任務の延長ですね。トリニティの安全のためなら、いくらでも協力します。ご主人様と一緒に楽しい一日を始めちゃおう。ゲヘナ学園給食部のジュリと言います。お腹が空いたらいつでも私に言ってくださいね。正義実現委員会、羽川はすみ、先生の指示をお待ちしております。この私に協力したいと？まあ断りはしないけど。私を雇うなら高くつくわね、先生。ご主人様と一緒に楽しい一日を始めちゃおう。ごきげんよう。あ、こっちの言葉の方がより自然かもです。はじめまして。小さいからって舐めないで。将来性はものすごいんだから。美食研究会のあかりです。これから一緒に美味しいものを食べに行きましょうか。みんなのために歌うバーチャルシンガー初音ミクです。よろしくお願いします。
次のステージも楽しみにしていてくださいね。Thank you.